皆様こんばんは。ゲミュテリヒにつれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。いかがお過ごしですか？先週雪の匂いという題で雪のお話をしました。2月ということで寒いですよね、なんて。寒かったんですよね。でもここ数日本当にびっくりするほど暖かくなって、植物もびっくり。急に寄せ植えをしている花たちが、プリムラなんかが急に咲き始めましたし、一気に春めきましたね。鳥たちも心なしかざわめいてるっていうんでしょうか。随分楽しそうに餌台にやってくるようになりました。またすぐに寒さが戻るって言いますから、気をつけなくちゃいけないですね。で、そんなこんなでどうやら花粉が飛び始めたというニュースを聞きまして、そのせいなのかな、ごめんなさい。今日はこんな声でお聞き苦しいかと思いますけれども、どうぞ最後までお耳を傾けていただければ幸いです。この時期いつも思うのは、受験生今大変だなっていうことなんですよね。きっと受験生を抱えていらっしゃるご家族、もちろんご本人たち、いろんな思いを抱えながら過ごすこの冬の時期、大変だなと思います。この時期になると、受験についてのご相談を受けたりすることもよくありますし、単発でレッスンをしてほしいというようなご要望にお答えすることもあります。先日も音楽大学を受験される方が知り合いにいらして、なんて、その方たちがちょっと大変そうなのでアドバイスいただけますか、なんていう、そういうご連絡をいただきまして、私自身が日本の大学を受験していない、まあ高校も含めてですけれども、日本の学校受験ということを経験しなかったものですから、演奏そのものについて、音楽を奏でるということ、そして基礎ですね、基礎的なこと、受験に関わるいろんな実践的なことに関しては十分レッスンさせていただいたり、あるいは遠くで来られない方にはリモートであったり、それから言葉でのアドバイスも、これも非常に大事です。言葉にするということは私自身が言葉にお伝えして、それをこう消化するということ、それによってご自身の実際に弾くという力につながりますので、これも大変有効です。だから、本当に時間を忘れて、あれもこれも今のうちに、今だけだから、本当に今を頑張ってくれれば、そうすればそれは結果として見えてくる。それ以上にその後ずっと一生力になるもの、もし二度とこの方とお会いすることがなかったとしても、でも今伝えることで一生その人の何か宝物箱に入る何かであればなと思いながら、精一杯お伝えしてレッスンしていくわけなんですね。今回その声をかけてくださった、アドバイスいただけますって言ってくださった方には、残念ながら力になれなかったんです。それは小論文という、論文を文章を書いて書くことがその受験内容にあったようなんですよね。もうこればっかりはご自身がその音楽とどう向き合うのかとか、もしかしたらもっと非常に複雑なとかわからないけれども、テーマをお題として出されるのでしょうから、ご自身の生きて学んできた中のことから一生懸命書けば、書くしかないということなので、私はそこにアドバイスを差し上げることができなかったんですけれども、そんな風に
自分自身じゃなくて、そして自分の家族じゃなくても、周りの方が頑張っておられたり、不安になっていたりすると、つい手を差し伸べたくなったりする。それがこう、この時期だなってすごく思います。受験というと、そう、私たちがこう、お教えしたり、まあ、レッスンして、小さな時から、お教えしたりしていくと、本当にバイオリンというのは、何でしょう、ピアノのようにポンと指で鍵盤を叩いたらその音が出るということではないので、実際に演奏ができるようになるまでというのは本当に時間のかかる楽器だと思っています。そしてそれは何でしょう、水耕栽培のように、清い水の中で簡単にできるようなことをポンと教えてしまう、まあ、言ってみれば虎の巻のように、ポンと簡単に何かしてしまおうとすると、それは身につかずに、形だけで、空箱のようなものが出来上がってしまう、そんな気がするんですね。なのでバイオリンを学んで初めて手にした子から、あるいは私の場合はもうお習いしてから私のところにっていう方も大勢いらっしゃるので、そういう方たちにもう一度一からその奏でるというために必要な技をですね、をこう一つ一つお教えしていくと、本当に時間がかかる楽器なんです。なので結果がとても出てくるまでにね、時間がかかる。だからご家族なんかももっと早く上手くなるんじゃないかとか、もっと聴けるようになるんじゃないかとか、バイオリンの音色って本当に素敵なので、そこに行くまで本当に、なんでこんなギコギコ言うんだろうなんて思われる方もいらっしゃるかもしれない。でもその時期を本当に超えていくと、自分で楽譜を読み、そして自分で音を奏でていけるようになる、その喜びを触れると、それはものすごく大きな揺らぎのない、何かこう自分の中にストーンと残る、大切なものになるような気がするんですね。これは先ほどピアノのようにポンと音が出ればなんて言ったから、ピアノとこう比べてどちらがというわけではないんです。スタートのこうスピードというものについて申し上げているので、語弊があってはいけないんですけれども、ちょっぴり時間がかかる楽器だなということですね。で、それが特に私が子どもの頃はやっぱり習い事、特にバイオリンやピアノ、そういうものは早いうちに習った方がいいっていうことがとても強く言われておりました。でも私はそのバイオリンというものに関しては、本当に何でしょう、ものすごくたくさんのことを同時進行に行わなければならない楽器なので、赤ちゃんがそのいきなり立って歩けるわけではない、そのハイハイをする前にこうお腹でかこうぐるぐると床をお腹とを一生懸命体で動かしながら方向転換をするとか、足に触れたものに自分が興味を持って自分の体をそこに持っていくとか、そういうことを経て、そしていろいろなものをこう組み合わせる能力がついて立って歩いていくことができる、そのような段階がバイオリンは特にすごく必要になる楽器なんですね。だからあまりにも早いうちにそれを望もうとすると、ちょっとまた改めて自分の体とその何でしょう、指を動かすということ、目で楽譜というものを認識し理解して、脳でこう分かって、そしてそれはまた何でしょう、脳で理解したものを神経を伝えて運動能力的に動かすみたいな、それらがカチャンと一致する年齢って
あると思うんですね。だから私はあまりものすごく早くからやったらいいわよっていう気持ちにはあまりなっていないんです。自分自身は3歳からピアノ、4歳からバイオリンと習わせてもらってきましたけれども、そこすごくお教えしていると感じる面があります。そしてそれらを経て子供に教えていると、ふっと全部がこうキュ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 ッとまとまってできるようになる時が来ます。女の子と男の子でもちょっとその時期が違うんですね。でそれらをこう経て本当に自分で楽しくってたまらない、楽しいな、奏でるって楽しいなって思う頃に、大体日本ってこう受験が大きく壁となって立ちはだかるんですね。でそれはバイオリンの受験、高校や大学とは違う、もう一個手前の、最近で言えば中学受験、そして高校受験とかなんですけれども、そのいわゆる一般の受験をしようとするときに、やっぱお習い事というのは、ご家族も含めてすごく大きなこう壁になるのかなっていうのを感じます。そしてその段階でお辞めになる方とっても多いですよね。これきっとバイオリンだけではない。バイオリンの場合は先ほども申し上げたように、そのちょうどその時期楽しくなってきた、自分の体と思いが一致してきた頃にっていうのがすごく残念に思うことがあるんです。でもそれをこう何でしょう、乗り越えてまた戻ってきてくれた時ってものすごく大きな喜びです。そして実際にバイオリンというものをこうものすごく一生懸命なさったお子さんたちっていうのは、その集中力とか我慢強さ、忍耐力ですね、そういうものすごく培われているんじゃないかなって思うことがすごくあります。やっぱり自分が、思うようにならない自分っていうものを経て、できるようになっていくっていうのが見える楽器なんですね。なのでこの時期は本当に頑張ってね、本当は会えてないけど応援しているよっていう、そういう気持ちでいると同時に戻ってきてくれたら嬉しいなって思っています。そんな2月なんですね。この間のめでたくご自分が行きたい学校に合格したお子さんが、また自分からお母様たちにバイオリンまたやりたいって言ってくれて、そして戻ってきてくれました。とっても嬉しかったです。そしてやっぱり、お休みに入る前に私はほんのちょっとずつでも気晴らしに楽器を触るといいわよ、それすごくいいわよって言ってたけれども、今のその受験のためのお勉強って大変なんですね。伺ってもなんか本当に大丈夫っていうくらい時間をその勉強にのみに費やしていく、そういう中で楽器を触ることはほとんどなかったそうなんです。でも戻ってきてくれた最初のレッスンで、ほんの1時間ぐらいかなの間に、いろんなことを彼女がこう思い出していく、体とともに感覚を、それを目の当たりに見せてもらえたのは、それはそれは幸せでした。ちゃんと体にも心にも頭にも、そして全部残っているんだな、大丈夫、これならすぐに一緒に楽しく奏でていけるなっていう、それはとても嬉しいものでした。それが実際に今後バイオリンというのが、そう本当にご自身の中で、それぞれの人たちの中で大きく膨らんで、自分が目指していく世界に大きな柱となっていくか、それともそうではないか、それはまだまだ分かりません。でもそれらこの楽器を通して、こ
このレッスンを通して何か自分の人生の中で大きな、指針、足元を照らすものであってくれたらなと思いながら、これからもいろんな方といろんなお子さんとバイオリンを通して向き合っていこうな、私自身も、その気持ちを大事に大事に私自身育み、それを、伝えていきたいなって、そんな風に思う2月でした。はい、今日は本当声が聞きづらくって、もしかしたらちっちゃくって本当ごめんなさい。来週はもうちょっと元気な声でお話ができるように、花粉さんあんまり飛ばないでねって思いながら過ごします。それでは皆様、また来週。阿部敦子のゲミュートリヒにつれづれトークでした。